毎度工事屋です。ライカ27万台の 3A と23万台ズマールのセットになります。キャップは多分オリジナルではないですね。レンズがズマール、ボディはスロー付き3型で1000分の1までありますので 3A になります。ボディかなり綺麗だと思います。釣り輪の方にはスレありますけど、ボディ側はスレほとんどないですね。トップも綺麗です。ちょっとスレあるぐらいですね。こちらもここにはスレありますけど、ボディ側にはスレないです。三脚入れた跡はありますけど、まあ特に問題ない状態です。綺麗ですね。年式を考えるとかなり綺麗な状態だと思います。特にここですね、ここはケースなんか入れてるとすべてメッキが剥がれてますが、これはまだ綺麗です。レンズはズマール、ズマールは、まあ、ズマールっぽい感じです。前玉拭きすれがというかコーティングのあれですね、コーティングかぶれとかあれとか言います。汚れバーってなってる感じですね。中はホコリや気泡が見えます。ただズマールにしてはまあまあまずまずだと思います。ペンライトとかで照らすとちょっと、まあ、汚れというか拭きすれ目立ちますけども、ズマールにしては悪くないと思います。抜けてるというか、まあ使うにはなんとかいけるぐらいだと思います。まあ、オリジナルのズマールは大体、ズマールは大体こんな感じのが多いです。非常に綺麗なのは大体再研磨とかしてる状態だと思います。コバ落ちも多少見えますね。まあ、ヘリコイドや絞りの動きはスムーズで問題ないと思います。期間はオーバーホール済み。とのことで入荷しております。確かに快調に動いてます。膜も綺麗ですね。先膜は変えてあるという話ですが、まあ綺麗な状態です。いい感じですね。Z バルブですね。バルブも大丈夫です。40、50で100。500で1000ですね。開きますね。大丈夫です。ファインダーも綺麗です。距離計も明るく見えてました。なかなか状態いいと思います。本当綺麗な D3A ですね。綺麗だと思います。指1本で軽く巻き上げも可能です。なかなかいい調子だと思います。